ブンブン、あブンブン、それがし歌舞伎で歌舞伎じゃねえござるよ。こうなるじゃん、そりゃババア原宿、どうもよしきです。もうやばいよ、これ俺絶対ダメだ。今日ダメな日だ。はい、今鶴ヶ島を出まして、はい、はい、この快晴の中、快晴ですね、快晴ですね、はい、この中静岡に来たと思います。イエッ。なんで、はい、静岡かっていうと、はい、有名 YouTuber の、はい、東海オンエアさんの、はい、売名選手権っていう企画に、おこのクリムゾン TV 底辺 YouTuber の私たちが、はい、参加しに行くという企画でございます。いいね、いいね。なんでクリムゾン TV なのに周平なのかっていうと、はい、ただ兄貴の方が、はい、今日大事な、もう絶対もうこれだけは外せないっていうライブがありまして、あ今日はだからクリムゾン TV としてちょっと、はい、任せてください、うん、はい、だから弾丸、弾丸で行って弾丸で帰ってくれば、弾丸で行って弾丸で帰りましょう。え、これ上川さん、これ、はい、見て間違ってないですか、大丈夫ですかこれ。ええ、やばくないこれ。違う、そっちそっち、あ、終わった。あ、いやマジでショックですね。不安な気持ちで、そうですね、いっぱいです。不安な気持ちと高鳴ることをマジで恋する3秒前。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。埋め合うと素直におしゃべりできないって、結構うまくないですか。忘れられない話そう、涙の果実よ。どうすか、もうダメだ、もう君の声を聞かせて、で持ってハンドル持って、ハンドル持って、俺行くぜ、俺400キロ出せ、400キロ。あー、もうだるいな、これ。もう早く着くといいですね、これ。早く出ますよ、兄貴。お、兄貴ですか、なんだろう。はいよ。どういうテンション、どういうテンション、なんかあったんですかね。何、お兄さん、お兄さん、なんかあったんですかね。何、左回り決まってんの。決まってる。声どうしたの、声、声、声大丈夫。じゃあ聞いて、マジで聞いて。ナビバクリ出して、なんか今下道行かされてんの。朝、うん、仕事行きたくないよ。朝眠いよ。お腹すいたよ。あ、まあとりあえず行けるとこまで、あの行けるとこまでは本当頑張るけど、うん、もう最悪間に合わなかったらもう間に合いませんでしたっていうオチ取って帰ってくるわ。とりあえずまあライブ頑張ってください。へいよ。何今のテンション、やばい、やべえな。あれっすよ、あの、ヨシキさんと変わんないっす。無事着きました。お疲れ様です。いやマジで本当間に合わないかと思ってめっちゃハラハラした、本当に。ちょっと髪が、あ、大丈夫か。やばかったっすね。そこに東海オンエアいます。映せないんでね。でまあなんだろう、売名選手権中はまあ俺らは撮影禁止だから、まあまた戻ってきたらまあ感想とかまあ言って、あとはまあ東海オンエアの動画をみんなが見るって感じで、では行こう、レッツ。はい、お疲れ様です。無事売名選手権が終わりました。疲れたね。疲れましたね、うん、いろんな意味で。まあこのね、このなんだろう、テンション、まあね、東海オンエアにさ、ああやってすげえ感動したしさ、すげえ楽しかったんだけど、やっぱ俺ら含め底辺 YouTuber たちの
何ガツガツしまくってる姿を見て俺正直めっちゃ慣れたそれでまあいや僕も多分隣にいて分かってくれてたと思うんですけど、ね、ちょっと違うんだよな違うんだよなあれはちょっと、うん、痛かったよねマジで叩かれるこれ叩かれるからあんまこういうの言わない方がいいからいやいいんじゃないですかもうね東海オンエアさんの動画に、まあ、映れてラッキーぐらいのそうですねモチベーションでしたからずっとそうですね最初からまあ負け惜しみみたいな感じになってますけど負け惜しみだなこれな、はい、もう愚痴です本当すいませんあんま映ってないあんま映ってないと思うよ映ってないですねあれは東海オンエア売名選手権でまあ見てください